こんにちは。この Python チャレンジ。はい。えー、第5回目のクリーンテストですね。はい。それの、えー、続きをやりましょう。前回は、はい、どうしましたっけはい、ゴールドバッハを終えて、m アップをやって、コラッツ予想。これなかなか面白かったですね。そして今、ピタゴラスの最後のところだったと思います。ちょっと前回のところ、このやっぱりですね、複数の解放で処理速度を比較せよ。 これいくつかやっぱりテクニックがあるので、えー、まあこれからやっぱり高速に処理するっていう考え方は必要ですので、いくつかテクニックをお教えして、それから4番に行きたいと思います。じゃあ前回のコードをちょっと見てみましょう。はい。こんな感じだったと思います。まあたいこんな感じですね。えっ、ー、と、最初は30ループで C を取ったら随分かかりましたと。なので、えー、20ループにして、 C が、えー、スクエア、えー、だったらというような、えー、考え方ですね。スクエアのリストを作っておいて、えー、それに入っていたら、えー、というふうにやることで、高、え、速、ー、化できるというお話をしました。そして、えー、C の値はその時どうなるかっていうと、C2 の中のインデックスによって何番目か、それが平方根になるという話でしたね。 という感じで、ちょっとこれ2000の場合をちょっと走らせてみましょうか。えこ、ー、んな感じでしょうか。あ、最初だとちょっと時間かかりますかね。えっ、ー、と、2000について走らせてみると、何秒ぐらいかかるかな。はい。それで少しは、えっ、ー、と、まず、結構細かい技ですけど、例えばですね、そうですね、はい。 え七、ー、2744個19.27秒かかりました。もう一回まいりましょうか。ちょっと最初だと遅いかもしれないからね。2回目。はい。それでですね、例えばやることとしては、ここで、まあ、あの時もやりましたけど、まず A の範囲を MaxN から見ずに、えー、A っていうのは一番、A は ABC の順に大きくなりますので、A は高々かか3分の1なわけですよね。 のですので、まず A の範囲は1から MaxN、えー、の3分の1まででいいでしょうという話。それから B は A プラス1からスタートして、これも MaxN ではなくて、えー、3分の2まででいいでしょうという話。これでかなり早くなります。ちょっとやってみましょうか。はい。 これを入れますと、結果は変わらずに、えー、6秒。かなり速くなりましたね。それから、えっ、ー、と、さらに A とプラス、A プラス B の和は、Max10 の3分の2より小さいはずですので、このブレイク分を入れることもかなりの効果になります。これもちょっと試してみましょう。 はい。4.22秒ですね。はい。それから、細かいことですけど、この A の事情る b の事情。これは、えぇ、ー、a る二、あ、じゃあ、a る a b る b の方が少し早いと思います。これもちょっと見てみましょう。はい。あまり違わないね。<laughs> でも、孤立を、このテーブルルックアップ、このスクエアリストを使うことで、えー、早くする点は、かもしれませんね。えー、っと、SQL の A。これで、A の事情が計算できるのわかりますか ?SQL の B。はい。こういうふうにすることによって、計算せずに、えー、リストの中の何番目かを見るだけで早くなることがわかります。これはどうでしょうか はい、ちょっとやってみましょう。あれ、あんまり早くならないあれ、遅くなっちゃった。あんまり効果ないですね。はい、そしてなんとですね、この時スクエアリスト、リストの中にあるかどうか印鑑数で調べてましたが、これを実はセットにするだけで相当速くなります。ので、これ、ちょっと入れてみました。SQ セットイコール SQL のセットバージョン、セットにしたものですね。そして、これを SQ セットにします。はい。実はこれはかなり効きます。なぜかというと、まあ、リストっていうのは、えー、はい、0.1M ですね。リストっていうのは、えー、線形に前から見なきゃいけないんですが、セットの場合は、まあ、ハッシングという特殊なテクニックを使って、 一発で要素がいるかどうかを調べることができるからです。ただし、こっちではリストを使わなければいけないので、こちらではリストを使います。でも、メンバーかどうかは、セットの中のメンバーかどうかの方が、リストの中のメンバーかどうかよりはるかに早い。ということを覚えておいてください。えー、このぐらい早くやりますと、えー、多分、えー、そうですね。ああ、えー 5000でもできるんじゃないかなはい。前回ちょっとうまくいかなかった5000でもできるような気がします。はい。0.61秒ですね。1万でもできるかもしれませんね。はい。こういう、ここら辺は、まあ、ちょっと、もちろんマシンによって速さはありますが、このテクニックが相当効くということがお分かりになると思います。ぜひ、このテクニック覚えてください。インを調べるときは、えー、セット化してからインをする。 これリストをセットするのはこれですね。これによってセットにしてそこに入ってるかどうかを調べると相当早いということを覚えておいてください。はい。1万の場合でも、えー、わずか、えー、はい、え点、ー、二2 1 9秒で正しい答えが出る。前回に比べてかなり高速答えとのがわかります。よし。じゃあいいですね。はい。えー、じゃあ最後。100の場合について和の小さい順に並べよう。はい。これはできましたか 結構面白いですね。ちょっと100の場合に戻しましょうね。えー、っと、そうですね。例えば一つの手は、えー、あ、まずこれどうなってるかですね。えー、っと、これをプリント文を戻しますと、えー、っと、この場合は、こうやると、えー、まあ、見つかった順に答えを返すわけですよね。ですので、A の小さい順が最初で B の小さい順。なので、あの、 順にはなってないのが分かります。えー、っと、例えば、えー、そうですね。そうですね。うん。例えば、これなんかかなり小さいですけど、前に来てますかね。ですので、Y の順にするにはどうしたらいいか。一つの順は、えー、っと、<laughs> ディクショナリーを使う手があると思います。この後でやればいいですね。はい。求まってきた、えー、L。これどういう形でるこれですね。ですので、えー、ディクショナリーを準備して、 そして、えー、そのメンバーによって、えー、アドレスされるところに長さを入れてあげるという計算になります。ですので、これは例えば、えー、こういうふうにサプルから呼び出すことができてますね。あ、じゃなくて、in、l ですね。そして、えー、その、 ディクショナリーの、そのタプルのところに、これは、これは、え礼。これはカッコをつけた方がいいかな。これはカッコをつけた方がいいですね。はい。この、そのタプルをエントリーとして、ディクショナリーってのは何でもエントリーにすることができます。キーにすることができます。これに A プラス、 b プラス c という値を入れてやる。でこれでディクショナリーができました。一度プリントしてみましょう。はい。そうすると、はい。こういうふうに各エントリーは、ここですね。各エントリーは、サプルが、abc、ピタゴラスがあって、長さがある。12、30、24。 まだ順番が揃ってません。これを直すには、このキーの方の値で、えー、順番にするということになりますので、えー、まあ、これはこのプリントは後でいいですね。はい。それには、えっ、ー、と、こういうラムダ式を使うことができます。えー、っと、そうですね。まあ、まあ、直しましょうか。えー、っと、プリント。 そうですね。プリントしてみちゃえばいいですね。プリントの出てきたのは、ソーティッ d の d の items、えー、で、キーゴールラムダ x で x のこの一番目、後ろの要素ですね。辞書で順にやる。はい。これで多分大丈夫だと思います。 はい。これで、ええー、まあ、そうですね。これでちゃんと、ええー、順番になってのを確認できました。いいですね。12、24、36、40。これでよって2番目の要素で、ええー、相当するっていうのは、こういうふうに、e、イコールラムダ xx、ええー、カッコ1でやるということができます。もちろん、ええー、 そうですね。ですので、プリントするときには、正しく欲しいなピタゴラ数です。後ろの要素はいりませんので、こいつを L2 に入れてやって、そして L2 は、これのリストが入ってるわけですから、えー、プリント、そうですね、えー、っと、そうですね、どうしましょうか、えー、ペアじゃなくて、 ピタ,ススピタゴラスペア、for ピタゴラスペアサム、in、えー、L2。これでいいですね。こうやると L2 には、えー、それぞれピタゴラスセットと長さが入ってますので、サムが入ってますので、そのうちのサムは捨てて、ピタゴラスだけをプリントする。これで、えー、いいんじゃないかと思います。ちょっと難しいですかはい。これで求める書籠ができましたね。 これは、えー、和の順に並んでいることがわかります。もちろん別の方法もあります。えー、こんなディクショナリーを使わなくても、例えば、えー、っと、1個目の要素としてリストを作っちゃうっていう手がありますね。else, d, イコール、例えば、えー、っと、a, プラス b, プラス c と、あ、ペアにするのがいいですね。えー、っと、これもタップルにして、 と、それから、えー、っと、まあ、a, b, c, for, あ、これでカッコ、カを閉じなきゃいけないですね。失礼しました。こういうふうにやって、for, a, a b, c, in, l. まあ、こういうふうなリスト内法によって L3 を出す。 ここまでちょっと見てみましょうか。これでいいんじゃないかなという感じで、えー、もう、ちゃんと、えー、順番になってる。あ、ごめんごめん。こういうふうに L3 を作っといて、そしてさっきのように、えー、これですね。これをすればいい。えー、っと、L3 をそうとして、置いて最後に、 前だけ取る。まあ、前だけ取るのは、まあ、さっきのこれと同じですね。まあ、使いましょうか、じゃえー、っと。だから、これ、これ L2 に入れればいいんですね。L2 イコール、L3 をそうとして、そして、また前の要素だけ取り出す。まあ、これで、え同じ結果が得られることが、お間違えましたね。これは、 えっと、サムが逆。こうですね。そうですね。これは、えっ、ー、と、さっき見たように、うんと、前にサム。後ろにペアが来てますから、ペアの方だけ出すには、これ、こういうふうに、後ろの要素だけ取り出すということが必要になようです。失礼しました。これで、えー、3 4, 5, 6, 8,、4、5、6、8、0さっきの答えと同じ。 もののができて、てちゃんと輪順に並べている、の小さい順に並べていいるととうことが確認できますいいですね。はい。ここら辺のテクニック、割合、えカ、ー、ップルを使って、リストナイフを使う、そういうかソートする、というような、第1の方法、第2の方法ありましたので、ぜひ、マスターしてください。はい。よろしいですね。はい。今回はここまでにしましょう。また見てください。さよなら。